皆さんこんにちは、本間正人です。で、私はですね、教育学を超える学習学、最終学歴も大事だけれども最新学習歴を更新しようと、まあ、こういうご提案をしてまいりました。で、親御さんにとってですね、子育てっていうのはまさに最新学習歴を更新する、まあ、チャレンジの連続、まあ、特に第一子の場合にはですね、自分が体験したことのないチャレンジ、この子をどう育てたらいいんだろうか、あるいは、この子の進路をどうサポートしたらいいんだろうかと、これ親御さんも今これをご覧の学校の先生もですね、同じような悩みを抱えてらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、こうすれば必ずうまくいくという魔法の処方箋があるわけではないんですが、あんまりうまくないパターンっていうのが2つある。1つは何かっていうとですね、過干渉、ついついああしなさいこうしなさいこうしなきゃダメよっていう口出しをしてしまう、よかれと思って、それは旗から見てれば全部 I love you なんですけれども、よかれと思ってああしなさいこうしなさい勉強しなさいこれ調べなさいここに行かなきゃダメよ、これを過干渉というふうに言います。で、これはですね、子どもたちが指示待ち族になる、言われたことはやるかもしれないけれども自分から何か主体的に取り組もうっていう意欲がなえてしまう、今日本の教育の大きな問題がここだと思います。言われたことをやるだけであれば AI やロボットの方が得意なわけですね。で、もう一つ、過干渉が具合が悪いから、あ、じゃあね、うちの子はね、あいつのやりたいようにやらせてるんだと、いや、うちはね、もう生徒の実践に任せていますから、で、丸投げしてしまう、これを過放任というふうに言っています。で、これもですね、うまくいかない。で、やっぱり高校生とかがですね、計画的に自分の進路を決めてその準備を着々とやっていく、それはそういう子もいらっしゃると思いますけれども、パーセンテージは少ないんではないかなというふうに思います。だから、まだまだそれやってなかったのか、君全然準備できてないので、締め切り間際になってドタバタしてしまう、これも具合が悪い。じゃあ過干渉と過放任の間に中庸のバランスっていうのがあるのではないかな、私はそれをコーチングというふうに呼んでいます。で、これは親御さんにとっても進路指導にあたる高校の先生方にとっても重要なパターン。コーチングとは何か、一言で言えば傾聴、質問、聞くことと質問することによってですね、一人一人の自発性とか可能性を引き出していくことであります。で、つまりああしなさいこうしなさいではなくて、今どんなことを興味持ってやってるの、今どこまで調べてる、じゃあこの A と B と比べたらどっちの方が良かった、ああその時どんなこと考えたの、ああそう、じゃあ今の時点ではこっちの B の方が選択肢としていい、つまり質問を投げかけて高校生生徒さんに考えさせ、そして意見を聞く。で、ここでやってはいけないことがありまして、それは否定してしまうこと。いや、それ違うからって言ったらですね、せっかく質問に答えたのにって言って黙ってしまう。ね、二枚貝がピシャッとこう、口を閉ざしてしまうようなことがある。ひょっとして、親御さんがですね、うちの子が最近あんまり、口を聞いてくれない。それは親御さんが聞こうとしないで、否定しないで受け止めるっていう聞き方ではなく、しっかり最後まで、お子さんの話を聞いていないことが多いのではないかなというふうに思います。だから、質問を投げかけて、ね、聞いていくとですね、強いて言えばこんなことやりたいと思ってるんだ、こんな道に進みたいと思ってるんだ、まあ、そんなことがポロッと出てくるかもしれない。逆にそこが出てくるまでですね、じっとこう我慢して、これじゃ我慢いるんですよ、我慢して、待つ。教育っていうのは待つことかもしれません。子育ても待つことかもしれない。中国の有名な言葉に助長という言葉があります。助けて長くする、これはですね、悪い傾向を助長するなんていう言い方で、使われますけれども、もともとの語源は何かっていうと、ある農家の農夫の方がですね、草がこう伸びようとしている、早く伸びろって言ってですね、こう引っ張ってしまった。そうすると根が浮いてしまって、その草は全部枯れてしまった。その余計なおせっかいのことを助長というふうに言う、これが言葉の語源であります。一人一人のお子さんがですね、いつかその人なりにヒーローになる可能性を持っている、それを信じて、それを待って、そのいいタイミングで引き出していく、まあ、そんな質問をし、
そしてじっくりと待って聞き出していく、まあ、そういう関わりをですね、ぜひ親御さんにも、そして先生方にもしていただきたいと思います。忙しい毎日の中でそんな余裕ないよ、そういうふうにお考えになるかもしれません。そんな声が聞こえてきそうな気配が今しました。でもあいつは全く何回言っても全然前に進まない、それは同じ関わりをしてその子の自発性、その子の心の声を引き出してくるっていうことがなければ、同じパターンが繰り返されてしまいます。ぜひ質問を投げかけて本人に考えてもらい、本人の心の声、本音をですね、引き出すコミュニケーションを取っていただければなというふうに思っています。今日はありがとうございました。